今回はボッチザロックのイジチニジカちゃん、可愛すぎるに対するスレミンの反応をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。可愛い、彼女にしたい。金髪尺眼のキャラスコなんやが、金髪尺眼は出てきてくれるだけでええわ。ほんとや、よく見たら尺眼や。こいつだけ彼氏いるから嫌い。ニジカ好きだよ。セイカも漏れなくついてきます。結束バンドで唯一顔を褒められてない。アホ毛が首の皮一枚でつながっててハラハラする。ドリトス製造機、意志のあるアホ毛好き。ニジカが何かする、結束バンドがピンチになる。ボッチが頑張って解決する、ニジカが何かする。結局ボザロってこの繰り返しだよな。最近の展開はさすがに無能すぎるし、ボッチちゃんが頑張りすぎてる。正直に言ってええか、山田が一番可愛い。見た目だけなら一番スコ。なんであんな性格になってしまったんや。ニジカちゃん声がいいよね。声ほんまにええよな。ボザロの中で一番いい声でキャラと合致してると思うわ。運動音痴でお茶目なところも可愛いよな。でも一人だけ可愛い設定ないよね。高校で浮いてるよね。でもファッションがデブピエロなんだよな。文化祭の時のパーカーは可愛いやろ。ニジカ彼氏概念好き。やっぱ何が悪いえんよな。アニメしか見てないから、行くよにぼっちを取られた敗北者にしか見えん。作者が明確にカップリング意識してるのはニジ寮よな。ほんま可愛くてロスエギ。ニジカと江ノ島デートしたいんやが。ぼっちやまだがヤバくて、きたもぼっちと同じ高校で60点とか取ってる中で一人だけ明治 A 判定とかいう賢者っぷり。バンドに家事に勉強とかキララフィルターなくても彼氏とか作ってる暇なさそうやな。作者が地味で扱いに困ってそうなの作中で自虐してたが、アニメ普通に可愛いやん。バンド結成時に作詞はぼっち、作曲は山田っていう話の後、ニジカは何やるんだって言われてごまかしてたよな。あれはあかんやろ。潤滑油やぞ。運転手やぞ。結婚するならニジカ一択定期。でもこいつ山田の女じゃん。実家がライブハウスとかいう最強の後ろ盾があるから、ニジカがいなかったらぼっちはバンドすら組めてない。ニジカちゃんが毒吐いてるとこムラッとするよな。ジェットコースターに乗ったぼっちが死んだ時に、これいつものことなんでってドライな対応するの好き。ぼっちちゃんには内緒だよってシーンがミームみたいになって海外に気に使われてるのくさ。高3で家事、バイト、バンド、免許こなしながら明治 A 判定です。ガチれば東大も余裕なのでは。そのあたりで登録者10万超え、100万再生ありのギタリストを拾ってくる。逃げたギターがなんか戻ってくる。私は歌下手だしとか言いながら何が悪いって熱唱する女。結束バンドはニジカ以外レズでどっかおかしいから、必然的に彼氏概念がニジカしかできないんよな。次回予告のニジカ、多分メイビーほんと好き。6話の大丈夫大丈夫もうええよな。ニジカは演奏以外に何やってんのって言われるけど、めっちゃジムやってるやろ。 MV 企画して1号2号呼んだり、機材借りたり、ライブの誘い受けてるのもニジカだし、一番仕事してないのは広報担当なのに勝手に自撮り垢にしてしまう北ちゃんや。結束バンドで唯一容姿を触れられない女。文化祭で褒められてただろ。あとちゃんと女子高生の匂いもするぞ。マジか、ドラムだからネタキャラやと思ってた。むしろネタ要素がなさすぎて無個性、当社費だから無理やりいじくられるとかいう謎のキャラになってるぞ。ニジカは面食いの北がキャーってなってないだけで、外野からはちょこちょこ容姿の高評価受けてる。音が一番でかいからドラム始めたってのがセンスある。実際バンドで空間を一番支配してるのはドラムやから。だからこそドラムが狂うと全てが狂うんだよね。皆さんはボッチザロックのイジチニジカちゃん、可愛すぎるについてどう思いましたか？コメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。